イベントの組み交わすスイムのバーテンダー挑戦をやっていくよ。まずは満点ドリンクに挑戦します。バーテンダー挑戦では、酒場逸話で作るサイト手順は同じだけど制限時間があるようだ。この制限時間内により多く客の要望に応えることが求められるらしい。早速客の要望からレシピを確認するよ。レシピを確認している間は時間は止まるようだ。親切の口づけが要望なのでレシピを確認する。果汁蜜にミルク1つが材料のようだ。材料を入れて、かき混ぜて、注いで完成。うん、簡単だな。こんな感じでドリンクを作り続けて、挑戦完了。どんどんやっていこう。続いては市場の礼節。さっきまでのとあまり変わらないかな？おっと、なんかアレンジの注文が入っていますね。とはいえ、それほど悩むこともなく。挑戦完了。はいはい、どんどん行くよ。続いては真心の、なんかお客さん、名前うる覚えだけど、大丈夫大丈夫、ちゃんとレシピに載ってるよその名前で。って解放されてない。なんだよ2種類のベースって。こうなれば仕方がない、適当に2つを混ぜて作ってみよう。コーヒーと紅茶でどうだ。やった、正解。レシピが解放されました。この調子で解放されていないレシピも当てていってやる。ってなんだよこれ。滑らかな口当たりって何を混ぜればいいんですか？うおお、ミルクは多めって言っているからきっとミルクが副材料に違いない。ですよね。さすがにレシピがわからない状態で当て続けるのは厳しいか。というところで挑戦完了。全報酬がもらえるポイントには足りません。やはり何事も事前準備が大事ですね。先に新レシピ開発で全メニューのレシピを解放してきました。これでいける。レッツ再挑戦。と思ったら、このお客様メニュー無視ですか。インパクトのあるってどれだよ。予期せぬ甘い誘惑。これに違いないムーンリットアレイ君に決めた。ダメでしたー。わからないものは諦めて次に進みます。ドリンク名をちゃんと言ってくれるお客様は神様ですね。ちゃんとレシピを確認して。アレンジも考慮して。どうぞ召し上がれー。この後もどんどん作っていき。挑戦完了。この勢いで最後のパーフェクトバーテンダー目指すぞ。
もうパーフェクトバーテンダーにはメニューなど関係ない。お客様の要望と図鑑を照らし合わせて最適なドリンクを作っていきます。最初のお客様はタートブリリアンス、これに違いない。どうぞ召し上がれー。この後もひたすら作り続けますー。ということで挑戦完了ー。はい、今回はイベント組交わすスイムのバーテンダー挑戦をやってみました。いかがだったでしょうか。すべてのレシピを揃えると名刺ももらえるので、ぜひ挑戦してみてね。